1918年のワールドシリーズ1918年のワールドシリーズは1918年9月5日から9月11日まで行われたメジャーリーグのワールドシリーズである第15回ワールドシリーズアメリカンリーグは2年ぶり出場のボストンレッドソックスとナショナルリーグは8年ぶり出場のシカゴカブスの対戦となった結果は4勝2敗で ボストンレッドソックスが2年ぶり5回目の優勝。ボストンレッドソックスはこれ以後86年間、ワールドシリーズ制覇から遠ざかることとなる。この年は、第一次世界大戦の影響で、レギュラーシーズンが短縮され、シリーズ開催が大幅に早まっていた。表中の R は得点、H は安打、E は、 失策を示す。日付は、現地時間。勝ち、ベーブ・ルース杯、ヒッポ・ボーム本塁打、BOS なし CHC なし観客動員数19274人。マサル、レフリー・タイラー杯、ジョーブッシュ本塁打、BOS なし CHC なし観客動員数2040人。マサル、カール・メイズ杯、ヒッポ・ボーム本塁打。 BOS なし CHC なし観客動員数27,054人。マサル、ベイブルース杯、フィルダグラス S、ジョーブッシュ本類が CHC なし、BOS なし観客動員数22,183人。マサル、ヒッポボーン杯、サム・ジョーンズ本類が CHC なし、BOS なし観客動員数24,694人。マサル、カール・メイズ杯、レフリー、 タイラー本類だ・ホン・ルイダ、CHC なし、BOS なし観客動員数15,238人ベースボール、レファレンス .com1918 ワールドシリーズ。ありがとうございます。